去年の9月にこのチャンネルで三重県津市相生町の自治会長のパワハラ疑惑をやったんですけども、その自治会長が先月24日に逮捕されたんですね。で、地元では結構大きなニュースになってるんだけども、全国ニュースとまではいかなくて、それでこのチャンネルをご覧の方でもあんまり知らない人が多いというのと、あとね、まだ報道されてないいろんな話もあるので、ここでね、改めてね、その件について解説しようかと思うんですけども、伊勢新聞とかね、あと中日新聞なんかも報じてるんですけども、こんな風にね、掲示板の補助金をね、騙し取ったっていうことで田辺哲司自治会長と、あともう一人増田さんっていう人が逮捕されてるんですね。で、これ逮捕の容疑っていうのは直接的にはね、津市が自治会が掲示板を設置するときにその工事費の一部を補助するんですね。それで26万5千円かかったって言ってその自治会長を申告したんだけど、実際はその業者にやらせてなくて、友達の市の職員にやらせてたんです。だからホームセンターで買った資材で何千円かで作ったものを友達の、これまた友達の業者に26万5千円で作ったって言って、嘘の見積もり書と領収書を出して、それで補助金を騙し取ったっていうことなんですね。だけど、このチャンネルでね、もっと大きな金額の話しましたよね。あのゴミ箱の補助金のこと、あっちはもう何百万円って出てるんだけども、あっちの方は立件されてないんですね。で、この逮捕っていうのもいろいろ裏があってですね、まあ、こうやってね、ようやく逮捕されてからメディアがいろいろ細かく報じてますよね。中日新聞とか、なんか歪んだ関係とか言って、こうやって特集まで組んでやってるんですよ、中日が。だけど、本当逮捕されなきゃね、実名報道もされなかったし、中日新聞なんか相生町っていう名前さえも出さなかったんですよね。で、最初の頃ね、どういうふうに言われてたかっていうと、この件はね、全部役所は田辺さんのせいにして終わらせるんじゃないかと。で、さらにはね、田辺さんの逮捕自体もないんじゃないかみたいなことが言われてたんですね。で、その理由っていうのが、やっぱりその市役所が非常に深く関わってる。で、あとはもうこれ端的には童話関連だからですね。だからやっぱ地元の人に対してはすごく不信感があるんですよね。市役所関連だから警察も手が出しづらいだろうと。で、さらに童話が絡んだらなんかもう警察でも見逃すんじゃないかって。三重県っていうのはそういうところなんだっていうふうにも言われまして、最初は逮捕されないって言われてたんだけども、結局こうやってね、逮捕されましたね。ただおかしいのはゴミ箱の件が立件されてないっていうことですね。資料を見ればわかるんですけども、これあの自転車のウェブサイトでやってるんですけども、これがまあ市役所の資料なんですけども、そのゴミ箱って15万円までね、そのゴミ集積所の設置費用について15万円まで市役所の補助が出るんですよね。これ他の自治会なんかもこうやって申請してるんだけど、相生町だけ異常なんですよね。これだけたくさんゴミ箱を新設してて、でなおかつ全部満額で設置してるんです。これ平成25年の話で、それ以降も毎年毎年こんなことをやってて、これ市役所の職員が気がつかないわけないでしょって。さらには監査員もこの書類見たら一発でおかしいってわかるでしょっていうレベルなんです。だから当然これは普通に考えたらもう市役所の職員もグルなんじゃないかと。だから市役所の職員から逮捕者出てもおかしくないんじゃないかっていう話なんですね。だからまあややこしい案件だから今回立件を見送ったんだと思うんだけども、ただその掲示板のね、たかだか何十万円っていう話を立件して、でゴミ箱の何百万円っていう話を放置するっていうのはこれおかしいんで、やっぱり市役所としては首を差し出さないといけないんじゃないかというふうに私は思ってます。あとね、メディアがなかなか報じなかったのはやっぱ警察との関係があると思います。やっぱり新聞社って警察から情報をもらっているので、やっぱ警察としてはね、特に今回の場合市役所が関わる事案だしね、刑事部長なんかも出てきてるような事案なんですよ。だから本当はもう市役所と間でいろいろね、もう話を合わせて筋書きを作ってやろうっていうことだったと思うんですよね。新聞社なんかも忖度してたんだろうけども、まあうちはそんなこと全然関係ないから、バン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 もう市役所の内部情報を出しちゃったんで、そこで警察の筋書きが狂ったってっていうところもあるかと思います。で、あとね、報道されているところで気になるのは、
前橋市長はなんかあの自治会長なんかたくさんあるうちの一人で自分はよく知らないみたいなことをね、言ってたんだけども、まあそれはもう地元の人に言わせるとこんなもん嘘だと、前橋市長が知らなかったわけないよと、こうやってね実際一緒に写ってる写真もあるわけだし、であとはこのチャンネルでもありだけど、この桂議員の、ね、恫喝3連発、これね、これ本会議場でやってるわけです。で本会議場っていうのは当然市長も答弁必要なんで市長もいるんですよ。だからこれ市長がいる目の前でやってるんです。で津市議会の本会議場なんてどういうところかってあまり知られてないと思うんだけど、すごくオープンですよ。こうやって、会議場からこう傍聴席も見えるし、で傍聴席も誰かが監視してるわけじゃないから、もう出入りも自由だし、スマホで録音したりとかね、映像撮ったりしても別に何も言われないんですよね。だからそういうところでこんな大声で叫んでて市長が気がつかなかったわけないですよね。で自分が市長だったら会議終わった後でもね、おいおいあれ何なんだって言って聞くじゃないですか。だからこういう経過を見ても市長が知らなかったわけがないし、で多分顔も見てるんだし、あのこういう場面でこの自治会長がねああいうことをやってた人間なんだっていうことはねすぐ分かるはずなんですよね。であともう一つね、この市長活動日誌で、ここにねバスケットボールの全国大会で田辺大輝選手とって言ってあったけど、この人息子ですよ、あの田辺自治会長のね。で学校の先生やってて、でこのバスケットボールの全国大会って別にね何かこう、まあ、例えば都道府県大会がそれで全国大会に出るっていうものじゃなくて、申し込んだら誰でも出られるようなもんなんですよ。そんなことでいちいちね市長に会うっていうのもおかしな話で、それはこれはあの自治会長の息子だからっていうことしか考えられんでしょと。であとこのね教育委員会関係だとかにもいろいろ言われてることがあって、例えばですね、その、まあ、このだから学校の先生やってる息子がその最初からいきなりね、地元のその小学校の勤務になってるんですよね。なんか普通ねいきなり地元の学校には勤務させないそうなんですよ。学校の先生もあっちこっちに転勤させたりするんで、最初は別のところをやらせるんですよね。だからいきなり地元の小学校に赴任させるっていうのはちょっと異常なんじゃないかっていうことでね、やっぱり教育委員会なんかでもおかしいぞって言われてるそうなんですね。で教育委員会関係でもなんかそういう、まあ、地元のいろいろ行事なんかでもあれこれあれこれイチャモンをつてる恫喝親父みたいなことで結構有名だったそうなんですね、田辺会長が。ということで、まあ、田辺会長すごく有名人なので、市長がそんな何百人もいる自治会長の人に過ぎないなんて、そんな存在だったなんてことは絶対ありえないっていうことがやっぱり地元の見方なんですね。あ、お前そんな風にどうやって悪いとかまへん、俺もどうやろう人間だな、お前がそんな風に打っとる喧嘩こうだろ。これね、恫喝してる人間なんですけども、この人もともね田辺さんの、まあ、知り合いなのかその親戚なのかっていうのちょっとはっきりしないんだけど、ただ一つ分かってることとして、生活保護の不正受給の話があるんですよね。でこれも話は結構ね具体的なんですよね。でこれね、難点って言ってね、これ阿武町の自治会の建物なんですよ。これがちょっと民家に見えるんですよね。でここにねその役所の支援課の課長なんかが来て生活保護の手続きとかやってたって言うんですよ、ここで。で、あの童話恫喝やってた人っていうのは本当はね実態としては名古屋に住んでるのに、なんか津市から生活保護を受けてたっていう話があるんですよね。で生活保護に関してはそれらしいじゃないぞと、ね、ここに支援課の課長を呼びつけていろいろやらせてたから他にも不正受給やってんじゃないのっていうふうに言われてるわけです、まあ、あとはさっきの、ね、教育委員会についても教育委員会の人事に介入してたっても言われてるしね。ただまあこの辺に関してはもう役所がブラックボックスなんで、なかなか役所もその辺はね認めないんじゃないかと思いますね。それからですね、他にも
疑惑があるのが、自治会長逮捕の時にこれね、あの何点このさっき出てた自治会の建物なんですけども、そこだけじゃなくて市民館、まああそこは立地指定としては林保館って童話施設なんですけど、そこにも家宅捜索が入ってるんです。で、あそこに関してはね、自治会の会計とかそういうのも一切合切あそこはやってたっていうんですね。だから本来ね、あそこってもうただの公民館みたいなもので貸し館業務ぐらいしかやらないのが本来なんだけど、実態としてはね、もうあの童話地区の自治会のなんか手伝いで、愛王町に関してはもうほとんど事務代行みたいなのをやってて、自治会関係の書類はもうあれこれ一切あそこにあると。で、まあ知ってる人は知ってると思うけど、あの田辺さんがね、市役所の職員に設立させたフードバンクなんかの書類もあそこにあるし、あとね、なんか市議会にね、いろいろ田辺さんが圧力かけてたんですよね、なんか右翼のお友達を通して。で、そういう関係の文書なんかもあそこにあったっていうんですよね。だから市民間にはいろいろやばい文書があったし、あと報道されてるところではね、その市民間の人間がそのゴミ箱の設置だとか、あとはいろいろね、犬の散歩だとかいろいろやらされてたっていうでしょ、草刈りだとか自治会の仕事とか、まあ、それに関してなんか弁当をおごってもらったりとかいうのがあって、さすがに金までは渡ってなかったっていうんじゃ、あれ嘘ですよ。あの実際、まあ、そんなね、何十万とかそんな大きな金額じゃないけども、お駄賃程度のお金は渡してたって言いますからね。で、あそこの市民館の館長が今松下さんという方でね、まあ、松下さん全部知ってるでしょ。あのまだ喋ってないことがあるんじゃないですかね。だから松下さん、まあ、あの人証人として百条委員会に呼ばれるのか分かんないけど、お金渡したとかそういうこともあの人知ってると思いますよ。ということでね、報道されてないことに関してもお話ししました。ただ本当に非常に闇が深いのは確かです。で、やっぱし、まあ、前の動画でも言ったけども、童話のこと全く触れないのはおかしいと思うんですよね。実際童話っていうことで恫喝してたわけだし、で本来だったらあの辺りの、ね、童話の特別対策もやめるべきなんですよ。ただなかなかそこを言えないのは不思議なのはね、共産党なんかこういうのね、もうやめろって言って本来は言うべきなんだけど、元県議会やってた共産党の人に聞いたらね、やっぱりあの地元のね、公営浴場とか、あとああいう施設もね、結局なくしてほしくないと困ってる人がいるからっていうことで、なかなかなくせないそうなんですよね。だからそのあたりで共産党も突っ込めないわけですよ。ただこれ、まあ僕は個人的に考えるのは、やっぱりあの市民館なくすべきだと思うし、その童話地区に対してその人権関係部署がね、奉仕すると、もう関係者に聞いても、ああいう人権関係の部署って何のためにあるかって言ったら、結局もう童話地区に奉仕するための部署だっていう、もうそうとしか言いようがないって言うんですね。だからもうそういった部署はもうなくすべきなんですよ、本来であれば。もう普通の地域にもう戻ってもらうっていうのは本来のあり方なんだけども、まあそういう話は出てこないですね。ということでね、愛生町の自治会の問題、報道されないことも含めてですね、ちょっとお話しいたしました。ということで、またね、部落探訪動画でお会いいたしましょう。